メルボルンはオーストラリア海軍の航空母艦。元はイギリス海軍のマジェスティック級航空母艦一番艦、マジェスティックであった。マジェスティックは1943年4月15日にバロインファーネスのビッカース・アームストロング社で寄港し、1945年2月28日に浸水した。建造は1946年5月に中断されたが、 1947年に、姉妹艦のテリブルと共に、オーストラリア海軍への売却が決定し、建造は1949年に再開した。しかしながら、空母の最新技術である、アングルドデッキや蒸気型パルトを導入したため、収益まで6年の作業を応用した。1955年10月28日、トーマス・ホワイト・オーストラリア総督の夫人によって、メルボルンと改名され、 オーストラリア海軍機関として収益した。また、1962年5月に、親善訪問として、日本の長崎、呉、神戸、横浜に寄港した経歴がある。1964年2月10日午後9時頃、メルボルンは、ニューサウスウェールズ州沖合のジャービス湾で公やけ、試み中に、デアリング級駆逐艦、ボイジャーと衝突事故を起こす。この事故で、 ボイジャーは約3時間後に沈没し、82名が死亡した。1969年6月3日には、南シナ海において、アメリカ海軍アレンエムサムナー級駆逐艦、フランク・イン・エバンズと衝突事故を起こし、エバンズは、艦首部分が切断、74名が死亡した。両方の事故とも、夜間に、ステーション任務にあったメルボルンの艦首を駆逐艦が横切ったために発生し、 駆逐艦の相関ミスが原因だったと考えられる。メルボルンは1980年代初めに修理が必要となった。しかしながら、オーストラリア政府はイギリスから新たな空母の購入を決定した。メルボルンは1982年6月30日に解約され、シドニーで保管された。その後1985年2月に中国造船連合講師に売却され、 大連で解体されたが、中国の空母研究に貢献したと疑われる。http://www.nevy.gov.au スラッシュザーングルドフライトデッキ派とただし、購入予定だった、イギリスのインビンシブルは、フォークランド紛争の結果イギリスが売却を撤回したため、結局オーストラリア海軍は空母を失うこととなった。ありがとうございます。